来た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 、競馬ビートの裏側を伝える、その名も吉原興業のはみ出し競馬ビート。関西テレビアナウンサー吉原興業です。先週はライブ配信も盛り上がりました。はい、ありがとうございました。ダービーでしたからね、特別ですよね。ファンの皆さんのコメントなんかも紹介させていただいて、はい、一体感も出て、ね、なんか楽しかったですね。楽しかったですね、やっぱりね、うん、あのコメントたくさんね、今までに比べちょっと多めに紹介させていただいてね、はい、なんかこうフレッシュな感じがしましたね、やっぱりね、やっぱ新しいはみ出しも、新しい風を、ね、という形でね、振り込んできましたね。まあ、それもやっぱりダービーだからできるっていうこともあるのかな。皆さんはダービーいかがだったでしょうか。いいレースでしたね。いやー、すごかったね。すごかった。すごかったね。結果的には10センチ差ですか。うん、1着2着の争いもすごかったけど、はい、まあ、3着4着5着まで含めてさ、はいはい、すごかったじゃない。すごかったですね。もう馬券圏内絡む、まあ、5頭含めて、もう目の離せない道中もね、はい、動きあったし、面白かったね。いや、あるでしょ、生で見てなかったらしいじゃないですか。言わないでよ、もう言わないでよ、もうそれは。らしいじゃないですか、後から見たらしいじゃないですか。見たくても見られない環境だったということで。お仕事でね。私はもうお仕事で、京都サンガ FC 対バンフォーレ甲府のサッカー中継をやっていて、まあね、今回はあの競馬中継がないので、まあ、普段だったら、ね、はい、京都競馬場でそのダービーデーは行ってるんですけど、はい、やっぱり京都競馬場改修工事で阪神もないということで、はい、まあ、いろいろ私たちの勤務も変わるということにはなってて、サッカー中継を生で見てたでしょう。もちろん生で見ました、ね。まあ、僕生はもうその京都対甲府0対0の試合だったんですけど、まあ、あれも中盤熱い展開でしたよ。激アツのもうコンタクトすごかったんですから、本当に0対0でした。10センチ差の争いでしたか。そう、本当もう10センチとかもう0センチでぶつかってるんだから本当にね、でしたけど、生はやっぱりこう、僕結果ちょっとね知っちゃって見ちゃったんですけど、どうでした、はい、桂君ね、シュネルマイスター本命にして。違いますよ。あ、ごめん、全然もちろん、あの勝負記事だった、あのグレートマジシャン本命にして、ごめんなさい、はい、はい、言ってましたけどね。え、まあもうちょっとね、やっぱりラスト 200m ぐらいで、はい、ちょっともうこれ頭難しいなっていうのでね、まあこうやっぱりまず、うん、福原アナウンサーがシャフリアーっつって、いやー、いい感じでしたよね。シャフリアールの追い込みがもうそこでバッと頭に脳をよぎりましたから、うん、すぐにもうそっちに切り替えて、刺すんかなって、まあ結果的にこう刺したかどうか正直分かんなかったじゃないですか。分かんなかったですね。わ、どっちやろうって思って、でその後ね、グレートマジシャンとサトノレイナスとセラベローチョ も、ね、いて、どれやろうというのでね、まあ、僕予想はグレートマジシャンにしてましたから、はい、まあ、ちょっとそっちも気になりつつ、でもやっぱり、いや、刺してましたね、シャフリーアールね。刺してましたね。ね、すごかったね。やっぱでもエフフォーリアって、まあ、いろいろライブ配信でも話しましたけど、はいはい、まあまあ強いな強いなみたいな感じで言ってましたけど、はい、本当強かったね。強かったですね、やっぱりね。めちゃくちゃやっぱ強い馬やなと思って、もう本当王道の競馬してるじゃないですか。ちょっとね、こうやっぱり道中若干かかり気味なとこもありながら、うん、あったし ね、 ね、直線でも伸び、うん、強いですね、内から中出てね、うん、堂々と真ん中割ってきて、はいはい、完全な勝ちパターンじゃない、うんうん、でやっぱ先手を取りながら、横山武史ジョッキーだって申し訳ないって言ってましたけど、いや見事な堂々たる騎乗、ね、騎乗です、ね、騎乗、王道っていう競馬を貫いて、あ、もうこれ取ったなって 100m ぐらい前までは思ってたら、シャフリアー先生が、いや、そうです、我らがすごいですね、我らが福永先生ですよ。あのカンテレ競馬でも福永先生ということで、天皇賞春、そしてこのダービーも、はい、レース展開を予想していただきながらご自身も乗って結果を出してしかも勝っちゃうということで、ね、展開通りになったという、予想通りになったというか、ね、あの動画 YouTube の動画の、はい、あのコメント欄にもこう書いていただいてるので、面白かったのが、
あのね、それでは実践してみましょうって言ってね、書いてあってね、その通りになりましたっていうね。本当に実践されてたんですね。だから本音で多分喋ってくださってるんですよね。しかも枠出てる前でしょ、あれ。そうですね。もうだからイメージ、枠が出てもそういう福永さんの頭の中にある先生のイメージ通りの競馬をして、はい、まさに体現して勝ち切っちゃうんですから、すごいね、10センチ差でしょ、あれを差し切るんですからすごいっすよね。ね、すごいね、本当すごいなということで、ね、だから選手 の予想会の中でも、いや4年で3勝ってあるみたいな話もあったじゃないですか、うん、はいはいはい、一つかこんなに変わるもんと、ね、そうだね、あれだけ勝てない勝てないって言われて、ね、まあ、キングヘイローのあのイメージをねお持ちの方もいるし、まあ、僕らもね、はいはい、あるわけですけど、そうですね、それがあって、で僕もあのダービーに取材行った時に、いやダービーに乗って福永さん勝てなかった、エピファネイアかな、ヒズナが勝って豊さんがもう歓喜、一方エピファで、ね、落ちかけて道中危なくて、で2着に入った時とかも、俺ダービー勝てないんかなみたいなことを記者の前で発表してたこともあるから、やっぱこうなんかダービーの明暗みたいなのあるなと思ったんですけど、一回勝つとこんだけ変わるんです ね, ね, ね。中でもダービーってそういうのありますよね。武さんもやっぱりこうなかなかね、そう勝てなくてね、その後5勝して、で、ね、すぐ連覇、連覇して、C さんもね、そう連覇して、ね。ね、横山典弘ジョッキーも、うん、まあ、連覇ではないですけど2勝して上げてね、うん、やっぱそういうもんなんですか ね, ね, ね、ダービーの魔物にこう打ち勝って一、うん、つ流れをつかんだら、うん、で特に去年なんて福永さんね、無敗の三冠馬を誕生させてて、はい、まあ、やっぱそこを跳ねのけた経験というか、しかもなんかね、三冠取って、ね、インタビューさせていただいた後も福永さんがもう決してこうおごることなくというか、馬のおかげ馬のおかげみたいな完全なこうずっとフラットな状態で馬の力を信じきって、もう馬の力を出すことだけを考えてるから、なんかこうあんまりこうね、そのインタビューとかの表情とかもわがわが感が全然ないっすもんね。確かにない、うん、ない、だってむしろなんならなんかもっとスムーズに乗れましたみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、うん、ね、この間もね、はい、決して上手には乗れなかったっ て,、ね、っておっしゃってるじゃないですか、ね、おっしゃってましたよね、すごいな、ね、本当にこれからもぜひ福永先生のお話をですね、あのしっかりと聞いてですね、あのカンテレ競馬で流していきましょうよ。もう福永先生の動画が出たらそのレースは勝ちますから、うん、まあ今のところ2分の2っていうことになってますから、ね、フラグですからこれ、そこも含めて ね, ねご覧いただきたいというふうに思います。予想ですよ、そこです。ちょっと完全的中だった人がいるんじゃないですか、うん、すごかった ね, ね、ステラベローチェも気になってるって言ってましたもんね、はい、ね、でまあその予想会でも本命をシャフリヤールにして、ね、で前からステラベローチェの話もしてたし、はい、エフフォーリアの強さも認めていた、はい、男、あの Wi-Fi 脆弱なよく止まる男ね、困った時に助けてくれる頼もしい男、川島森尾アナウンサー、会心の予想、会心でしたね、すごかった、あれはもう完全的中でした ね, あれね、たまらないだろうね、このダービーっていう頂点を極める舞台でずっと追いかけていくわけですよ、それこそ去年の夏からですよ、はい、追いかけてきてダービーに始まりダービーに終わるって言われますけど、はいはい、もう6月の1週目ぐらいからずっと馬を見てきた中で、ずっと信じてきた中で出る、でこの馬が強いって言った馬が勝つ喜び、これ素晴らしいですよ ね, すごい, すね、いやもう本当に乾杯という乾杯ですもん、気持ちよかったやろうね、1、2着の争いをシャフリアールが制して、うん、3、4着の争いをステラベローチェが制して、はい、気持ちよかったやろうねでも実は実はその後森岡に聞いたんですけど、はいはい、1着固定でエフフォーリアの馬券を買ってて、2着固定でシャフリヤールの馬券を買ってたのは覚えてたんだけど、馬券をどうやら土曜日に買ったらしくて、シャフリヤール1着固定の3連打買ったかどうか覚えてなかったらしいんですよ、はい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 、あんだけ前日に言っててね、言っててよ、シャフリヤールシャフリヤールって言ってて、1着固定買ったか忘れてましてみたいな、であの後々金額見たらすげえ額入ってたみたいなことを言ってて実はドキドキだったらしいです、川島森アナウンサー。なるほど、はあ、いやでもすごかったですね、
もう予想もね、そう予想の方は一気にもう跳ね上がってですね、はい、前回で120ポイント弱117ポイントぐらいですかね、はい、加算されまして独走ということで、はい、130ポイントぐらい、獲得して今トップをもう独走しております。細かいポイントって出し合いですか？ごめんなさい、だってあなた0ポイントでしょ。僕0ポイントですね。岡谷さん、岡谷さん0ポイント、ね、岡谷さんも0ポイントでしょ、はい、でもやっぱちょっとやっぱあそこでさ行っちゃってますから、なんかもう細かいポイントなんか出しても、はい、まあ、まあそうですね、まあね、大体おそらく130ポイントぐらい川島アナウンサーで、大体55ポイントぐらい服部アナウンサー、ね、服部さんがだから、エフフォーリア2着で、ちょっとだけ加算したわけですね。ちょっとだけ加算ということですね、はい、1.8 倍ぐらいでしたっけ最終的に。だから5.4 ポイントぐらいか、そうしたときだからやっぱ人間が出るよね。、うん、今回それをやったのはグランアレグリアを指名した石田アナウンサーと、はい、エフコーリアを指名した、まあ、服部アナウンサーということで、はい、人が出るということ、はい、まあ、それもまた考え方っていう、そうですね、一着でねかける10を狙いに行くのかっていうところはありますが、はい、どうしましょうね。私たちもちょっとこう置いてかれるような感じになりましたし、予想の方はね、いやいやもう全然、ああそうか、あれはだから先週の岡谷さんの理論ですか。そうですよ。でもさ一気にバーンいきますから。えけどよ、はい、まあ、今週が最後なんですよ、はいはいね、はい、東京競馬場の G1 ということで限定で、はい、ルールだって僕その時いなかったですから、川島君とあなたで決めて、それで納得してこのルール決めたわけじゃん、はい、この5週連続 G1 でしたから。そうでしょ、5週連続で余裕ぶっこいてますけど、はい、もう最後ですから、はい、もうこっからだからさ130ポイントやっぱ逆転するでしょ。あなた0ポイントじゃないですか、はい、僕もなんか10何ポイントぐらい、はいはいはい、だからもう限られますよ。えもう1位になるためには選ぶなっていうのは、そうですね、そうですね、結構あれですね、だ14倍とかでは難しかったりするかもしれないでしょ、ね、っていうことです、ね、でも最低でも15で、ね、まあね、川島アナウンサーが何を選ぶのかっていうこともあります。そうか、川島君がここでグランアレグリアって言って、そうそう、仮に2着でも、うん、4ポイントぐらい加算してくる可能性が、まあ、そうか、あるわけです。だから置きに行くのかどうかを置いといて、130点プラスアルファがあるわけですから、はいはい、そこをやっぱ乗り越えるためにはやっぱり15倍単勝で15倍1着ぐらいの馬を狙っていかないと逆転はないですよ。それはもうそれも最初から最後までスタイルは変わらない、変わらないですもんね、変わらないです、そうですね、ある意味こうブレずにという、ただ難しいレースですこれ。それはそうですか。いやだって今回の安田記念、いや難しいじゃないですか。だっていや正直、うん、いやまあまあやっぱじゃあグランアレグリアがいるわけですよ、はい、でまあ言ってもそのねそれを追うメンツもやっぱりこう充実してるから、うん、穴から正直に1位狙うって難しいなって今回ちょっと思ってるのは思ってるんですよ、うん、もちろん狙いますけどね、まあ狙いますけどね、上位勢がやっぱり強いなっていうのは正直な印象ですね。そうなんです。だからまあそうですね、そういう意味では難しいですけどね、結果はやっぱりあの馬がっていうこともねなったりするかもしれませんけど、確かに。もうじゃあ安田記念の話しましょう。はい、そうなんですよね、最近あのやっぱ雑談がね前説が長いということでお叱り受けたりもしますので、大体前説は長くなってしまいますので申し訳ございません、はい、飛ばしていただいてですね、これくらいの時間帯から合わせていただいて、ね、まあ、YouTube ですからね、まあ、あんまりねそういう声が多いようですとこれからキャプションをつけて、ね、なるほどなるほど、何分から問題、何分ぐらいにこうしておきますっていうこの話になってますっていうのを、はい、じゃあ作っていくのもありかもしれません、はい、安田記念グランアレグリアですね。まずそうですね。まずこの馬を紹介しないといけない、はい、連覇がかかります、はい、勝てば G1 6勝目、もうこの時点でも名品なんですけど、はい、G1 6勝っていうとやっぱブエナビスタとかジェンティルドンナ、もういわゆる、まあ、距離のね、まあ、マイルかそれ以上かみたいなところはありますけど、もう名品の仲間入り、名品ですね、完全に名品ですね、完全に名品と言っていい、はい、6つ目のタイトルを狙います。前走のビクトリアマイルがまあ強かったですね。0秒7差ですか、はい、そうですね、あの、うん、週刊ギャロップの馬中賞のとこには大楽勝書いてますG1 で牝馬限定通り、G1 で大楽勝って書いてます。そういう形ですね、もう直線抜け出してからは、うん、もうあ間違いなし2着争いどうなるのみたいな感じになってましたけど、強かったですね、はい、盤石でしたね、うん、
資格があれば後で話していきましょうか。そうですね、はい。インディーチャンプ、2019年の最優秀短距離馬安田記念も勝ちました、ね、一昨年の覇者ですね、はい、はい。マイルチャンピオンシップも勝ちました、うん、なかなかこのところ勝ちきれてはおりませんが先生が乗ります。そうですね、福永先生です。いやー、はい、そっか、まあね、ここのとこちょっとね短い距離を走っていて、うん、はい、今回またマイルに戻ってきてね、うん、どうかっていうところですよね。注目言うても去年のねマイルチャンピオンシップ2着、そうですね、グランアレグニアには0秒13ね、あのしびれる福永先生がね、はい、あの蓋をした瞬間、蓋をしてね、ね、はい、アグラン危ないかって思ったら、はい、まあ、あっさり完成しちゃいましたけどね。そう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 、あえて抜け出してこなかったんじゃないかぐらいのルメール騎手が、まあ、余裕というか、はい、開くのを待ってたっていうところがありましたね。ね、そうだったですけどね。逆転なるでしょうか、インディチャップ、はい、そしてサリオスかな。そうです、ね、逆転の可能性を残しているこの馬、まあ、あの大阪杯ね5着でしたけど、はい、ちょっとあれも道悪の影響があったのではないかと。そうですね、やっぱりレイパパレを追いかけたチームにはちょっとね厳しい競馬になりましたからね、うん、そうですね、それでまあ5着は逆に踏ん張ったと言える内容だったように思いますけどね、うん、マイルでね長い直線でっていうことで、ね、やっぱりマイル向きなのかな。東京マイルは2000に勝でしょでしょ。で体つきもやっぱりこう大型馬というか、うん、540キロぐらいですね、前走でも538、はいはい、どんどんこう筋骨隆々、うん、もう見ればね見るほどこうあの馬体の凄さ、そうですね、すごいですよね。すごいですね、やっぱハーツクライサンクですからね。そうね、成長力期待したいですからね、やっぱり4歳になってね、油も乗ってきてっていう時期じゃないですか、うん、また再びっていう栄光へっていう感じもあります、はい、シュネルマイスターなんかは3歳勢で言ったらもう押した1頭だと思いますけれども、ね、NHK マイルカップ勝ちました、参戦してきましたね、うん、5戦目で勝てるかどうか、あの3歳っていうことになるとあのリアルインパクト以来ですから、そうですね、あの時穴開けましたけど戸崎ジョッキーでしたね、戸崎ジョッキーでした ねなかなかだから3歳馬が通用するかどうかっていうところが一つポイントにはなりそうかな、ね、壁は高いですね、うん、という馬とあとは復活を狙うダノンプレミアム、はい、ダノンキングリーもそうですね、はい、そうですね、で NHK マイルカップ去年の覇者ラウダシオン、ラウダシオンね、前哨戦勝ちましたから、うん、ケイデンスコールも力つけてきてます、今年やっぱ充実してますもん ねケイデンスコール、マイラーズカップも勝って、うん、であとは空手、おお、いいね、空手ですよ、前走のね東京新聞杯一着で嬉しい菅原明騎手、はい、ね、重賞初制覇、うん、でそこから今回菅原騎手は G1 初騎乗ということになるということ で、ね、ドラマが待っているのかということなんです。グローリーサンクっていうのもなかなか、ね、渋いですね、いいですよねこれね、いいですね、というような面々ですけれども、グランアレグリアはもう間違いないのかということで話していきましょうか、ね、まあ、まあまあやっぱりこう中2週というね、うん、まあそのローテーションこの感覚の短さが、はい、まあ、どうかというところを、うん、まあ、ぐらいしかないじゃないかな、ぐらいしかないかもしれないです ねっていう気がしますよね。もともとこのキャリア考えていくと、うん、結構あのちょっと感覚詰めて使うとあれみたいなところあったじゃないですか、うんうん、そうですね、はい、あの旭会の時とか、そうですね、まあ、あれボバと混じってってこともありました、はいはい、旭会もちょっと負けてしまったし、うん、それこそ NHK マイル、はい、桜花賞を勝って堂々としてね、そうですね、桜花賞馬がボバ相手にみたいな感じの時もあれって言って、はい、まああれが相手がボバだったのかちょっと感覚が詰まったのかはちょっとよくわからないんですけど、確かに、なるほど、そんな時もあったりしたグランアレグリアです、うん、とはいえもうね年も重ねて体も強くなって5歳牝馬、はい、充実期という感じではありますけど、はい、中2週ですよ、うん、で前走のまあビクトリアマイルの後にちょっとこう足元を気にするような素振りもあって、そこからこう、ね、っていう話もありますね、話らしいですね、はい、ね、だすっごくスムーズに来てるっていうわけでもないし、はいはい、去年があるじゃないですか、ビクトリアマイルからの、
アーモンドアイがね、はい、あのアーモンドアイが負けたわけですからね。そうなんですよ。そりゃそうですよね。ということも考えると、はい、やっぱりこう牝馬って強い、強いのはもちろん分かってる牝馬なんですけど、あのアーモンドアイでもビクトリアマイルから安田記念は取れなかったっていうところがありますから、はいはい、何かあるかもしれない。そうですね、うんうん、っていう意味で言うとどのあたりが浮上してきそうですかね。ねえ、どうでしょうね。やっぱりでも、まあ、まずはやっぱインディチャンプじゃないですか、うん、やっぱり東京マイル2020ですよ。そうですね。58キロの、ね、経験もやっぱりありますし、すね、実際も結果出してますからね。ということになってくるのかな。3歳馬もどこまで行くのかな。難しいですね、これ本当にね。桂君の中ではある程度頭穴は見えてます。いや、やっぱめっちゃむずいですよね、うん、なんか、まあ、割と、うん、上位で決着しちゃうのかなっていう気持ちの方がまあ正直大きいんですけど、うんうん、まあ、あの期待したい馬はいます、うん、います、はい、なるほど、はい、まあ、私もやっぱりこう予想していく段階で言うとやっぱ予想のこともありますから。そうなんですよね。それがやっぱりね、ちょっと若干予想、はい、予想のね、ちょっと軸をぶらしてくる感じもありますし、はい、ちょっとオッズも見ながらという感じではあるんですけど、そうですね、まあ、予想も含めて逆転を狙える可能性を感じる意図というのを用意して、はい、ちょっとやってみたいと思います。さあ、5週連続 G1 を締めくくるこの一戦です。グランアレグリアの連覇か、それとも逆転を叶える馬はいるのかどうか。第71回安田記念スタートしました。まずまず揃ったスタート、グランアレグリアも好スタートを切りました。さあ、先行争い何がいくのか。先頭に立ったのはトーラスジェミニ、やっぱりトーラスジェミニが引っ張っていきます。それから2番手にはダノンの一騎ダノンプレミアムが前につけて、この圏内にはラウダシオンも好位、さらには3歳のマイル王シュネルマイスターも好位のポジションで続きました。さらにはあの金庫賞であっと言わせたギベオン、さらにはダイワキャグニー、そしてその後ろ中段の一角にグランアレグリアが続いています。これを見るようにサリオス、さらには勢い十分のケーデンスコール、そしてダノンキングリー、復活なるのか。中段のポジションです。ああ、そして、ああ、福永先生は後ろにつけた。グランアレグリアの後ろにインディチャンプ、後ろから今週も見るような形になりました。それからビッグクイーンバイオ、そしてカデナ、後方からカテドラルしんがりの追走で先頭はトーラスジェミニ。さあ、半マイルを過ぎてダノンプレミアムが2番手、ギベオン3番手、シュネルマイスター3歳馬があっと言わせるのか。その後ろにグランアレグリア、インディチャンプが後ろから狙っている。直線コースに入った。先頭は依然としてトーラスジェミニ、ここでいっぱいになったか。ダノンプレミアム、外からラウダシオンが差を詰めてくる。そしてシュネルマイスターも来ている。さらにはグランアレグリア、おお、先頭に並べかけてくるグランアレグリア、おっと、内からインディチャンプ、グランアレグリアとインディチャンプ、その外から来たのはケーデンスコール、来たケーデンスコール、グランアレグリア、インディチャンプ、この3頭の接戦になる。グランアレグリアが出るのか。いやいや、外から抜けたのはケーデンスコール、1着、2着にグランアレグリア、3着にインディチャンプでした。ということでございましてですね、なんとか単勝15倍を超えてほしいというギリギリかな、いかないかな、微妙かな、もう狙うとしたらこの馬しかいませんでした。ケーデンスコール、なるほど、ケーデンスコールです。まあ、以前はね、難しかったというか、なかなかこう、はいはい、ジョッキーを選ぶというかね、難しい一面もあった馬なんですけど、やっぱ充実してます。もうこれはもう間違いないということで、前走ね、古川騎手、まあ、急遽の乗り換わりでナズナを取ったんですけれども、それでもまあ強かったじゃないですか。ハイペースで結構流れていったレースでしょ。で、ね、はいはい、で最後もやっぱりしっかり足使って完勝って言っていいと思うんですよね。うん、だから以前のような難しさもなくなってますし、はいはい、時計も優秀、うんうん、ということも考えればここでな、うん、ケーデンスコール一発をもうお願いしますという感じで、ケーデンスコール頭にしました。グランアレグリアは強いけども、ちょっとこうね、不安要素もあるかな。去年のアーモンドアイと今年のその、うん、やっぱり言うても大阪杯もね、タフな競馬やったし、確かに疲れが出てくる時期ではないのかな、牝馬、うん、そのあたりのことも考えて2着もあるような気がしております。
インディーチャンプもねやっぱり福永先生これも入れないわけにはいかないということで、まあ、2着3着硬いところでしたけど頭で狙ってみたいとするならばケイデンスコールということですね。お母さん方にねやっぱこうハーツくらいいるでしょう。やっぱりこの時期になってきてこうね、本格化っていう言ってもいい一頭だと思いますけどね、まあ、NHK マイルカップもね、差して聞いてましたからね。そうそうそう、ね、東京での実績がそんなにないっていうところがあるんですけど、なるほど、まあ、それで人気を落としてくれるのであればもう以前とは違うぞという感じで、はいはいはい、頑張っていただきたいなというふうに思います。はつら君は結局何を狙うのかな。まあ、ちょっとあの予想に関しては、はい、あの最終枠順が出てから決定させてほしいなと思ってるんですけど。あ、そうですか。はい、もちろんですね。そんなこともできるんだ。それはそうです。まあ、でもそうなの、その方がいいか。それはそうでしょ。わかりました。じゃあ今日は木曜日ですから、はい、明日まで予想に関してはね、一応明日のお昼の12時が締め切り、金曜日のね、はい、枠順発表ですからね。まあ、そこはもうしっかりやっぱりね、あのもう忖度せずというかガチンコで行った方がいいですね。そのケイデンスコールがね14番に入る可能性だってありますよ、それ。いや俺も予想をちょっとまた考えるそう言われて、そう言われるとさ、確かに、まあ、これは架空実況の中での1着2着3着ですけども、はいはい、そのままになる可能性もありますけどね、はい、じゃあ予想で選びたいような、まあ、候補に挙げる馬はやっぱりあれですかね、ダノン2期。あ、なるほど、うん、かなというふうに思っているというか、まあ、まずダノンキングリーですかね、どっちかというと、はいはい、ダノンキングリー東京マイルで、まあ、ちょっと正直そんなに実績もないんですけど、うん、僕はやっぱりあの毎日王冠のね差し足が忘れられないんですよ ね、はいはいはい、3歳の時のね、うん、言うても、まあ、あのメンバーの中に、ね、インディチャンプもいましたし、うん、アエロリットもいましたよ、はいはいはい、あれをこう基本的にそのアエロリットが結構タフなペースに落ち込んで前の方からやっぱ決着したんですよね。後ろの馬がもう差し足をそがれてしまって、はいはいはい、その流れを一頭だけ次元の違う足で差し切ったあの差し足がやっぱ忘れられなくて、確かに、まあ、ぜひ復活の姿を見たいなというところで、うん、僕はその川田ジョッキー起用なんじゃないかというふうに、思っていて、やっぱぜひ陣営もね、うん、もう一度この馬にお輝かしたいというふうに思っているはずだということで、うん、まあ、キングリーに期待したいなと思う一方で、うん、展開が向くのはもしかしたらプレミアムの方なのかなという、前目につけそうなっていうところですかね、うん、そうですね、やっぱりあんまりこう速いペースはちょっと考えづらいかなというメンバー的にも、うんうん、あんまりその強力な先行勢っていうのもそんなに考えにくいところがあるので、うん、まあもしかしたら逃げるまであるかもしれないのかなという、で一番得意なそのもうビュッと伸びる最後の直線でビュッと伸びて突き放してそのまま押し切るっていう展開、うん、一番できそうなのはプレミアムだなというふうに思っているので、まあ、ちょっとこのダノン2期には注目したいなというふうに僕は思っています。プレミアムも池添ジョッキーが乗るっていうことですからね。去年ね勝ったのは池添ジョッキーですから、だから連覇っていうことになりますけどね勝てば、怖いジョッキーですし、楽しんでいただきたいというふうに思いますけど、ね、これでねこの後出る予想の実際の馬がね、はい、お互い全然名前も分からへんかったようなね馬がバンと出る可能性もなくはないですけど、ちょっとオッズなんかも見ながらね変える可能性はあるかもしれませんので、一応今のところはこういうふうに思っておりますと、はい、いうことです。いや他のメンバーのね、こう予想のも気になるところですけど、そうですね、僕らもそれを見て初めて知りますから。そうなんです。はい、はい、まあ、ひとまず我が道を行くということで、そうですね、皆さんはどう予想されるでしょうか。はい、このカンテレ競馬チャンネルもですね、はい、実は節目を迎えましてと言いましょうか、はいはい、チャンネル登録者数が、はい、10万人を突破しました。すごい。いや、ありがとうございます。本当に皆様のおかげでなんとか、ね、ここまで続けてこれましたし、これからも、ね、すごいですね10万人ってね、はい、考えたことなかったっすよね、10万なんてね。
始めた頃には3年前ぐらいでしたっけ、2018年でしたよね。そうですね、2018年の秋ぐらいから始めて、ね、まあ、その頃はあなたの懺悔から始まったですよ、ね、懺悔ばっかりですけど本当に、ね、その頃から考えてみるとこういうことになるとはもうちょっと想像できなかったですよね。そうですね、あの本当にたこのはみ出し競馬ビートにも、ね、たくさんの方にも出ていただきましたし、ね、高橋さん、はい、北村雄一ジョッキーはじめね、うん、で他のいろんな動画にもね、それこそ福永先生に、ね、活躍していただいたりとかそうですね、する中でね、はい、アナウンス部の皆さんであったり、うん、あ、そうですね、キリンの川島さんに参加していただくこともあったり、はい、本当に皆さんの、ね、お力を借りながら何とかやってこれましたし、はい、だから10万人突破っていうことで、あの、あれでしょ、そうそうそう、あれよ、あの盾でしょ、そう盾、銀の盾でしょがね、来るのかっていう、まだ来てない、まだ来てないです、ね、そうです、来るのかっていうことは、いや来るでしょ、そりゃ来るのかな、突破したんやから嘘じゃないんやから。でも10万人突破おめでとうございますみたいな連絡はあったりするんですか？まあ、まあ、ないんですよね、まあ、まだちょっとあれかな、ちょっと見忘れてるかな、どうなのかな。だからそれ確かにみんなチェックするの大変だろうからね、僕らみたいにこう何万人か今何万人かみたいな感じじゃないから、いやいや、そりゃさ、わざわざさ目でさ10万人超えたら突破したなって言って確認してるわけじゃないと思う。そういうアナログな感じじゃない、違うと思うよ、おそらく自然と通知がいくはずですよ。あ、なるほどね、10万突破ピッ、それそれそうですよ、ちょっとさ持つはってくるはずなのにな、ちょっとじらされてるかな、じらされてるのかな、ちょっとじらされちゃってるかな、ね、あの来たら皆さんにねぜひご報告させていただきたい。いや、それはもう来たらね、しばらくの間ここに立てる、あ、もう置いていきましょうか、置いて、ね、置いて立てを、だからおそらくね、うん、まあ、箱かなんかにね、あの入って届くでしょうから、はいはい、それをこう開ける儀式なんかも、ね、あ、やりましょう、まあ、その時は、ね、あのゲストの方も呼んだりしてね、皆さんと一緒にこの喜びの瞬間を迎えられたらいいななんていうふうに、ね、後ろにこうカンテレアナウンサー陣がずらっとこう並んでね来てくれるからそれは大橋さんをはじめとする、はい、え、大橋さん、大橋さん部長、大橋さんだって出ていただいて、大橋さんも、いや、皆さん出ていただいてますもんね、長田さんに出ていただいてですか、そうですよね、本当にそうだ、そういった皆さんに守られながらなるほどやりましょうよ。でもね、こうチャレンジしていくところはね、やっぱりよりチャレンジしていきつつ、変わらないところは変わらない感じで、そうですね、やっぱり新たな企画もね、はい、いろいろ考えながらちょっといろいろなんかね、コラボレーションとかしていきたい、ね、なんかこう違う展開とかもね考えていきたりしながら、そうですね、いきましょうか、はい、やりましょうということですので、目指せ20万人、早いだろ、10万人突破でさ初心を忘れずってことが大事だから俺らだって初めの時にさ10万人目指すとか言ってなかったやろ、ね、地に足つけていこうよ、ね、長くぬるぬるやってるつもりだったんですけど、ね、そういう感じですからね、引き続きね、楽しんでいただけたらというふうに思います、はい。